これだけは絶対にやらないと思ったり。やらない。だらだら仕事をしない。深さ、長さ、速さ。いや、数ケアをしない。忙しそうにしない。コミュニケーションとかも取りやすかったり。それやっちゃうと、最終的に。今日もやってまいりました。今日もやってまいりました。今日のテーマが仕事で絶対にやらないこと。やらないこと、うん、だらだら仕事をしない。だらだら仕事しない、はい、左利きのエレン、うん、めちゃくちゃ好きなんですけど、うん、左利きのエレンの作者の人が集中力の質みたいな作中のなんか一節があって、うん、深さと長さと速さで集中力の質が分類されるみたいな。長さは集中できる継続可能時間で、深さが耐久度みたいな自分の中の、うん、速さが集中力の深まる速度みたいな。で、私で言うと浅くて短くて速いんですよ。どん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 切り替えていかないと集中力が下がっていくんで、だらだら仕事せずにこうどんどんタスクを細かく短い時間で設定して切り替えるっていうのをやってます。自分の集中力の質を理解してると、こうタスクとか自分の仕事にも落とし込めるみたいなのがあるんで、それを使って仕事してます。ありがとう。ありがとうございます。はい、タスさんの仕事のマイルール、これだけは絶対にやらないというものってあります？やらない。やらない。嘘をつかない。それはなんでですか？まあ、嘘ついてしまったらその後全部嘘で進めないといけなくなってしまうと思うんで、しっかり真正面から向き合うみたいなことは大事にしてるかもしれないです、うんうん、嘘つかないって、はい、一見当たり前そうで意外と、はいはい、多いじゃないですか、はい、どういう場面が嘘つきやすい場面としてありますか？嘘つかんでごまかさないかもしれないです、うん、なんかやってないのにやったことにするとか、うん、自分の中で決めたことがあるのにそれをやらないとか、そういう感じですかね。なるほど。ありがとうございます、はい、無言で来るんです、はい、りょうさんが決めてる仕事で絶対やらないことってありますか？ちょっとみんなと違うかもしれないんですけど、衣装制作部のマネージャーしてる立場なので、数ケアをしないっていうのが一番のポイントかなと思っていて、まあ、みんな全力で走っている中で、僕自身がそこの制作の入り口で何でもかんでも受けちゃうと、みんながやっぱ疲弊しちゃうっていうのもあるけど、クオリティがやっぱり下がるって、短納期とか短い期間で作っていく、考えられへんしね、案件がどういうものなのかとか、いつまでに欲しいのかとか、優先順位とか含めて本当にそれを受けるべきかどうかっていうのをしっかり確認するっていう意味も含めて、あまり簡単に物事を受けないっていうことをやってるって感じです。一般的によく受けやすい安受けってどんなものがあるんですか？やっぱりどうしてもっていうのがあるので、もちろんそこの希望にはなるべくこう自分から叶えてあげたいなとかって気持ちはあるんやけど、やっぱりそのお客さんのためにも自分たちのスケジュールを優先してやっていくっていうのがやっぱ重要かなって思っているんで、優先するお客さんがとかっていうのでどうしてもやっちゃうことはあるんやけど、それが良くないっていう結果を生んじゃうので、そこはしないって感じですね。ありがとうございます。こんなにいいですか？ありがとうございます、はい。今日は何でしょうか、はい、今日のテーマが、はい、私が絶対にやらないこと、マイルールを決めて、はいはいはい、仕事を進めていく上で絶対にやらないと決めてることあります？大きく言うと、まあいっかっていうのは絶対にしないようにしてます。なるほど。どういう場面でまあいっかと浮かびやすいですか？例えば営業の側面でいくと、こういうことやりたいんですけどできますかって、まあなんとなくできるかっていうので言っちゃうと、それってまあ一回じゃないですか、うん、それやっちゃうと結局最終的に本当にできないことを言っちゃった時に、ご契約自体はお互いにとっていいものじゃなくなってしまうっていうところがあるので、営業でもそうですし、あとは社内の連携のところでいくと、サイト制作をします。デザイナーとかライターとかで一緒にやっていくわけじゃないですか、まあ、もちろんプロなので私よりも圧倒的にデザインの知識、ライティングの知識がある中でも、これってこのお客さんのイメージじゃないなとか、この言葉周りはお客さんが言わなさそうってなったら、プロが言ってるし一回通すんじゃなくて、いやこのお客さんはこうこうこうなんでこっちの表現がいいですっていう形で、相手が上司であろうが先輩であろうがプロであろうが言っていくっていうところ。それは昔からですか？いやでも最初は迷いました。どうしようって思って、先輩にどこまで言っていいんだろう、そこのプロじゃないんで、うん、どうしようって思ったものの、じゃあそれを妥協してまあ一家すると、最終的にお客さんに一番いいものを届けられなくなってしまうので、そこの目線を持てた時に言えるようになりました。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。隣にいた。隣に、はい、隣に。
聞いてましたね。聞いてました。はい、マイルール教えてください、はい、改めて思ったんですけど、これまでのキャリアでできないって言ったことないかもしれないなって思ったんで、多分これがマイルールちゃうからって思ってます、うん、それは断らないってことですか。断らないってことですね、うんうん、はい、自分で言動を決めないみたいな感覚ですね、うん、でもできないこともあるじゃないですか。ありますね、うん、厳しいですと。それはなんでそれでもできないって言わないって決めてるんですか。あまりにも理不尽な、うん、指示が来るのはちょっと別にしてほしいんですけど、うんうん、若い人間ができる仕事のキャパなんてもうたかが知れてるんですけど、そのキャパを広げることを意図して仕事がもらえてたりとか、まあ、自分に巡り巡ってくるもんだと思ってるんで、キャパを広げるチャンスだと思ったらそれは取らない手はないかなって基本的に思ってるからこそ、うん、断らないようにしてるかなと思ってます、うん、よく陥りがちなできないっていうシーンってどういうところがありますか。自分でもこれはできないかもしれないなって思うシーンはもちろんあるんですけど、それはやったことない仕事とか知らない業界の人とのアポイントだったりとか、まあ、とりあえず自分の経験したことないことに対しては基本的にできるできないでやっぱ判断するものだと思ってて、これできるようになったらこの世の中のビジネスパーソンの中で差をつけれる一手になるやろうなっていつもチャンスやと思うように自分を奮い立たせるようにしてたら、それあんまりできないって言わないことが当たり前のようになってました。じゃあ逆にそんな中でこの場合はできないって言うって決めてることあります、はい、それもあって、お客さんから依頼させていただいてる仕事が期限に間に合わない時とかクオリティが達しないなって、要は力不足を認めた時、自分のは助けてもらうようにしないとこれはシンプルに迷惑かかるんで、そこはできないって言うようにしてます。ここは自分の力が足りてないので手伝ってほしいですって言うようにしてます。ありがとうございます、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。仕事で絶対にやらないマイルール何かあります？忙しそうにしないっていうのは、うん、よく言われるんでそれやってるんかなって思いますけどね、うん、僕自身で。それはどんなことを意識してるんですか？タスクとかめっちゃ入ってきたり自分のリソースパンパンやったとしてもその焦らないっていうか、うん、焦らないようにしてるのかほんまに焦ってないのか分かんないですけど、うん、どっちかというとなんかそれでせかせかしてるよりかはなんかまあひょうひょうとしてるぐらいの方が、うん、それでコミュニケーションとかも取りやすかったりしますし、その方がなんか後々振られる仕事もそっちの方が多かったりするんですよね。そういう意味ではなんかあんまいっぱいいっぱいみたいな様子を出さないようにして、うん、逆に忙しそうに見えてしまう要素ってどんなポイントがあります？あんま周りの人と会話しないとか、うん、集中しすぎて入り込むとか、あとは一個一個の返事とか口調が強くなったりとか、うん、話しかけられて顔を見ずにこう喋るとか、うん、なんかそんなところはそう見られるんじゃないかなと思いますけど、それを逆にやらないってことですね。やってないと思います。ありがとうございます、はい。仕事で絶対にやらないと決めているマイルールについて教えてほしいんですけど。めっちゃしょうもないんですけど、靴を履き替えない。靴を履き替えない、はい、前職とかで結構会社内でスリッパとかに履き替えたんですけど、モーラゲート入社してからこれやめようってなんとなく決めたんですが、靴履く、靴下履くっていつもこう臨戦態勢を保っておくみたいな、自分の気持ちをこう保っておくみたいな意味合いでやってるルール。その靴を履き替えないでおこうって何か決めたきっかけがあったんですか？誰か忘れたんですけど、はい、誰かの受け売りでもあってその人がそうしていて、あ、これいいなってなって自分でも取り入れたって感じですね。なるほど。やってみたらじゃあそれがいい集中力の上げ方になったってことですね、うん、ありがとうございます、はい。